山歩いてますか？いつも動画を見てもらって本当にありがとうございます。今回は劇的に変わる行動食という内容になっています。このチャンネルでは山歩きに関する知識、技術、道具、あるいは実際に山を歩いている様子を取り扱っていますので、興味のある方はチャンネル登録してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。今回の動画はこのような流れで進めていきますので、興味のある部分だけでも見ていってください。概要欄には目次を作ってありますので、見たい部分だけでも見ていってもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。この動画を見てもらっているということは、登山やハイキング、山歩きで持っていく行動食をより効果的でより充実させたい方だと思います。私はスニッカーズが好きで、山歩きには必ずスニッカーズを持っていきます。とは言っても毎回スニッカーズばかりではさすがに飽きてしまいます。そこで今回は、ただなんとなく持ち歩いていた行動食を劇的に変えてしまう方法を話します。行動食が充実すれば山歩きの楽しさは倍増します。つまりこの動画はきっとあなたのお役に立てるということです。それでは最後まで見ていってください。最初に行動食の基本について触れておきます。あなたはなんで山歩きで行動食が必要だと思いますか？お腹が空くから？それとも栄養を補給するため？そうです、大体それで合ってます。それでは山歩きで消費するカロリーとはどのくらいなんでしょうか？ざっくりとした計算方法ですが、山歩きで消費するカロリーとは、行動時間×ザック含む体の重さ×5キロカロリーです。具体的に言うと、体重65キロの私が5キロのザックを背負って6時間山歩きをしたとすると、消費するカロリーは2100キロカロリーとなります。つまり1本250キロカロリーのスニッカーズ、約 8.5 本分のカロリーを消費します。このように消費カロリーが大きいので、何も食べずに山歩きをしているとシャリバテやハンガーノックと言われるスタミナ切れを起こしてしまいます。それではシャリバテとはどのような症状が起こるのでしょうか？初期症状では少しお腹が空いたなぁと感じます。中期では空腹感が強くなり、足に力が入らなくなります。最終的にはめまいや意識障害、場合によっては死に至るケースがあります。つまりそんな風にならないように、適度に行動食を取る必要があるということです。シャリバテにならないために、山歩きでは行動食が必要ということは分かりましたが、具体的にどのような栄養素が必要なのでしょうか？私たちに必要な栄養素には5大栄養素と呼ばれるものがあります。それはつまり、タンパク質、糖質、脂質、ビタミン、ミネラルです。タンパク質は体を作る元となります。糖質と脂質は体を動かすエネルギーに変わります。そしてビタミンとミネラルは体の調子を整える役割を持っています。この中で山歩きに必要な栄養素はどれでしょうか？そうです、全部ですと言いたいところですが、山歩きで行動食として必要な栄養素となってくると、やはり体を動かすエネルギーとなる糖質と脂質が重要となってきます。特に糖質は体への吸収率が非常に優れているので、急激にカロリーを消費した場合にとても有効です。
では脂質はどうなのでしょうか。実は脂質は体への吸収率があまり良くありません。しかし少ない量でも長時間体を動かすことができるので、山歩きの前や開始直後、あるいは泊まりがけなど本格的な登山では積極的に摂っておきたい栄養素です。ここで補足なのですが、糖質に似たような意味合いで炭水化物という言葉が使われることがあります。炭水化物とは糖質と言われることもあり、私は最初頭が混乱しました。それでは違いは何なのでしょうか。それは簡単です。炭水化物とは食物繊維を含んだ糖質のことです。食物繊維にはお腹の調子を良くしてくれる効果があるので、糖質と炭水化物だったら炭水化物を選んだ方がなんだかお得な感じがします。山に持っていく行動食ってどんなものを持っていきますか？あまり意識していない場合は似たような味のものを持って行ってませんか？ここからは3つの味を意識して選ぶことによって行動食そのものが楽しくなったり、体が必要としている栄養素を適切に補うことができるようになります。それでは3つの味とは何なのか。1つ目は甘いもの、2つ目は塩味のもの、3つ目は酸っぱい味のものとなります。甘いものは脳の栄養分となるので、頭がぼーっとしてきた時に選びます。塩味のものは上り坂が続いて汗をかいた後の塩分補給に選びます。そして酸っぱいものはクエン酸を含んでいますので、疲労感を覚えた時に選びます。そんな感じで食べ分けると快適な山歩きが続けられます。しかも3つの味を食べ分けることで味に違いが生まれてくるので、食べること自体が楽しみの一つとなります。山歩きでは持ってくる荷物に限りがあります。そこで重要となってくるのが行動食の大きさです。荷物に限りがあるということは、ザックの中の容量を考える必要があります。つまり大きなものより小さなもので、かつ高カロリーのものが行動食に向いているということです。とは言ってもあまりそのことばかりに気を取られてしまうと、山歩きを楽しめなくなる場合もあるので、たまには大きくて非効率でも自分の好きなものを選ぶのもいいかもしれません。保存性については、持ち歩いていても硬くて潰れにくいものや、逆に潰れても美味しく食べられるものがおすすめです。賞味期限や消費期限が長いものも、もしもの時の非常食になるのと、次の山歩きに持ち越すことができるので便利です。さて、あなたなら山歩きでどんな行動食を持っていきますか？私は甘いものならスニッカーズ、そして塩味のものならこのおしゃぶり昆布、最後の酸っぱいものならこのそのまんまレモンなどを持っていきます。もしよろしければ、単純にあなたが好きなものやおすすめな行動食がありましたら、気軽にコメントしてみてください。それでは山に残していっていいのは思い出と足跡だけ。今日と明日があなたにとっていい山歩きでありますように。またお会いしましょう。